高校生の共通テスト、そして中学生の私立入試まであと約1ヶ月ちょいとなりました。ついにここまで来ましたね。さあみんなどうする？改めましてどうも、あいちです。今回は冒頭で話した共通テスト、そして私立入試がね、あと1ヶ月ぐらいでやってきますと。で、まあそこに向けて、まあもちろんこうやって勉強したらさ、成績上がりますよっていう話の方がみんな聞きたいとこかもしれないんですけど、大学入試の時にね、ある大きな失敗を自分がしていて、毎年思ってることですけど、同じ失敗をしてほしくないんですよ。で、そのためにこの1ヶ月ってすごく大事なので、そこにね、勉強内容っていうよりも心持ちの方です。どっちかというとそっちの方をメインで話していけたらと思ってます。で、何の失敗やらかしたかっていうと、自分東京学芸大学が第一志望だったんですけど、前期試験の時に自分風邪ひいたんですよ。その体調崩しちゃったんですね。で、もちろんこの話を聞けばやっちゃったねって、私も気をつけなきゃなって思うと思うんだよね。もちろんそれも伝えたいことではあるんですけど、体調だけじゃなくてこれって体じゃないですか。でもみんなが試験当日にいいコンディションでいなきゃいけないのは体だけじゃないです。もう一個、心の方です。つまり心身ともにいい状態で臨めるかどうかっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。俺が学芸の前期受けてる時に、もう終わる前です、試験中にもう諦めたんですよ。無理だと思って、頭回らないしポーッとするしって。で、その時にもうね、言葉にならないぐらいの後悔、もう情けなくて涙も出てこない感じだったの。あれだけ死に物食いで勉強して、俺始めたのが遅かったから、高3上がる直前ぐらいに専門学校志望から国公立志望に変えた人間なんで、もう全然足らなかったから、偏差値だから。本当に1年間死に物食いで勉強してきてやってたのにこれなんだよ。もうさ、情けないというか、もうなんだろう、後悔っていうか悔いも残らないんよ、情けなすぎて。で、あの時に、今振り返って思うことは、もうあんな思い絶対させたくないもんね。自分が塾講師やってる時にも生徒にもそう思ってたし、今こうやって動画でね、伝えることができるみんなに対しても心からそう思う。できる限り全力ってね、大体の人が出せないよ。 100% の力があった時に 100% 全部出せる人ってなかなかいない。でも大体の方がその85とか90出し切れて、なんとかやりきれたなって、すっきりした気持ちで終われる、そこまで行ってほしいの、みんなには。もちろん合否は出るよ、合格不合格があるから。そのね、本気がね、納得いく力を出せたとしても、結果が伴わないかもしれないけれど、納得いく結果、納得いく努力をしていて、納得いく結果という結果じゃない、実力を出した人っていうのは、合否がたとえその望まなかった方になったとしても、その後ね、割とね、ちゃんとね、走ってきるんだよね、自分が行った場所で。そうっていうのをすごく生徒にもね、教えてもらったことだから、なんかそのきっかけになったらいいなと思ってこの動画撮ってます。じゃあ具体的に何をすればいいかっていう部分なんですけど、心身のまず体の方行きましょうか。こっちでもイメージしやすいですよね。だって体調崩さないようにするにはどうすればいいって言われたら、手洗いうがいしましょうとかさ、あとはちゃんと食べてちゃんと寝てください。特にこう寝る方が大事なんですけど、やっぱりまだね、あと1ヶ月あって、その志望校までなかなか足りないと、ね、実用が足りないなって思ってる人は、この1ヶ月死に物食いでやります。多い。もう何かが取り憑かれたかのように、ムラーってやりまくるっていう。で、しかもさ、みんながイメージする、例えばドラマとか漫画をイメージしたときに、そのさ、本番直前にめちゃくちゃもうさ、寝る間も惜しんで努力をして実力を上げて合格していくみたいな、なんか想像できると思うんだよね。そういうのが多いからさ、引きがあるから。でも実際もちろんそれで上がる子もいるよ、いるけれども、リスクが高すぎる。それをやるには俺みたいになっちゃうから。だったらこの1ヶ月かけて、もしかしたらね、これまでずっと夜型でさ、もう2時3時寝て、朝学校あるから6時7時に起きてみたいな生活してた方もいるかもしれないんだけど、もうこっからはできる限りちゃんと寝よう。もう最低6時間は寝よう、きっちりで食べよう、ちゃんと。もしかしたらストレスとか不安でなかなか喉通らないってなるかもしれない。だから無理に吐くまで食べるとは言わない、絶対それは違うんだけれども、なんかもう食べる時間ももったいないしとかってなってる子は、ひとまずメリハリが大事だから、やるときはやる、力抜くときは力抜くんだって。食べるときはもちろん頭の中でさ、英単語の考えてもいいよ、それは全然考えてほしいとこだけど、目の前にあるね、食事にちゃんと感謝の気持ちを持ってそれを摂取してください。そのぐらいの余裕は持とうね、じゃないと潰れちゃうから。この1ヶ月で心が戻らなくなっちゃう、試験本番までにね。
なのでぜひまず、ね、心身の、まあ、心の方の話もちょっとしちゃったけど、体の方は、まあ、手洗いうがいちゃんとするとか、そしてちゃんと食べてちゃんと寝る、ね、自分が思い描くもっとねこういう生活リズムにしていこうって思いつくんであれば、そっちに切り替えてください。1ヶ月あったら十分変わるから、ぜひよろしくお願いします。で最後は心の方ですね。まあイメージしてわかると思うんですが、こっちの方が圧倒的に難しいです、コントロールするのがね。だから今から自分が伝えることも、これをやればもう絶対に試験本番でもういい状態で臨めるよっていう保証はないです。一経験談でしかないから。でも自分は特に前期落ちた後、ね、あの後期ね、あの国公立の後期になるまでにあんま時間ないんですよ。でもちょっとノイローゼみたいになっちゃって、その期間に俺そう。でもそっから俺後期はめちゃくちゃいい状態で臨めたから、前期あんなんだったから余計にね。その切り替えた方法とかもぜひちょっと参考になるかなと思って、それを伝えていきます。でやったことはすごいシンプルで、まあ、それまでもやってたんですよ。その前もやってたんだけど、より意識してやるようになったのが、もう毎日絶対自分を褒めるっていう、絶対に褒めるってことはもう決めてた。でね、褒めるってすごく難しくって、自分の中でさ、いいところと悪いところって一番自分が分かるわけで、まあ、特にいいところって目がいかないから悪いところって気づくんよ。いくらみんなが勉強してもまだ足りない足りないって思うと思ったら無限に思うから、もっとできたとかね。でもそこをやっぱりグッと我慢しなきゃいけない。だってさ、うちら24時間しかないんだよ、1日で。でちょっと今日話がそれちゃうんだけど、もし今勉強しててなんかこう集中できないとか、なんかこうホワホワしてうまくこう切り替えられてないって思う方がいたら、ちょっと参考にしてほしいやつがあって、前動画でも話したんだけど、俺時間制限勉強法っていうのを昔生徒にやらせてたことがあるの。これは例えばみんな、なんだろう、1日も3時間4時間勉強してると思ったらどうしよう。がっつり行くんだったら、じゃあもしで、あ、これできなかったら全然構わないんだけど、もしこの動画今日見ちゃったら、今から30分しかもう勉強しちゃダメです。ダメです絶対に。タイマーつけてください。自分のスマホでもいいし、あの家にねストップウォッチみたいなのあったらそれでもいいんだけど、30分って決めて、30分で何ができるかもう必死で考えて勉強してみ。30分で、30分タイマーになったら延長禁止です、絶対ダメっていう、っていうのをやらせてたので、これ何があるかっていうと、もちろんみんな時間が無限じゃないことなんていくらでも分かってるし、有限なことは分かってる。でもどっかでまだ時間があるっていうのが思ってると、変な安心感とかうまく切り替えられなくなるんだよね。で荒治療になっちゃうんだけど、もう時間を無理やり制限するので、それが1時間とか1時間半だと程よく多いんだよね。まあ1時間半あれば大丈夫かな。でこれを30分とかされると、30分ってあっという間だよみんな。だってテレビの、ま、なんかちょっとね、すぐ終わるわけよ。俺噛んじゃったけど。だからもしね、あ、まあ、これは、ま、絶対やれってことじゃないんだけど、もしなんかちょっとやってみようかなと思ったらやってみ。30分って決めて何ができるかな。でこれ本気でやったら意外とできるから、30分、すぐ終わるけど30分なんて。で30分すげえがっつり本気でやるのも、まあ、もちろん3時間ね集中してやるのもそうだけど、俺が思ってるのは、1日の中で人間が吸収できる情報ってそんなに多くないんだよ。みんなは足りないものがいっぱい目がいってるから、もっとやんなきゃもっとやんなきゃもっとやんなきゃってすげえ思ってるんだけど、そんなに吸収できないから。であと1ヶ月でしょ、1ヶ月で吸収できる、もちろん伸びるよ、ごめんね、伸びるんだけど、でもみんながもしかしたら思い描いてる、あそこまで私は行くんだって思い描いてるのは遠すぎるかもしれない、ちょっとボリュームありすぎだよってなってるかもしれないので、そこを一回ちょっとフラットな気持ちになってほしいのね。すいません、すげえ話がそれちゃったんですけど、ちょっと戻しますね。で何が言いたかったかっていうと、その褒めろって話をしたじゃないですか。一日で人が吸収できるもの、伸びる量っていうのはやっぱりある程度制限がもあるんですよ。だから自分がもっともっと一日で吸収しなきゃっていう目標を高く持ちすぎると、毎日毎日そこにたどり着けないからダメ出しして終わっちゃうのね。あ、すげえ勉強してる、俺からすれば、外野からすればよく頑張ってるよって思うんだけど、自分自身で、あ、まだまだだわとか、私ダメだわって、俺 まだ全然ダメみたいななっちゃうと、自信がつかないんだよね。で伸びてる実感もつかなくなっちゃう。でやっぱそこはもちろんそれが大事な時期もあります。受験まであと1回と1年経って、今2年生とかだったらその気持ちも大事なんだけど、もう1ヶ月前だよ。褒めてやろうぜ。自分のことをやっぱ一番自分が褒めてやんないと。自分が思っているところまで伸びてなかったらね、吸収できてなかったとしても、それでも机の前に、まあ、1時間か2時間か3時間か分かんないけど座って勉強頑張ったんじゃん。頑張ったんだって。もうこの動画見てる時点で絶対頑張ってるから、あなたは。だから自分で言ってあげてください。寝る時でいい、
今日はこれをやったよね、確認してね、寝る前に今日やったことをちゃんと頭でもう一回確認して入れ直して、これだけやったんだ頑張ったねって、それを毎日言ってごらん。俺のあんな絶望的な前期の後のもう死んだようなノイローゼになってる状態からでも回復できたから、後期まで間に合ったんだから、だからぜひやってください。すげえ簡単なことでそんな効果あるのかと思うかもしれないけど、騙されたと思ってやってみ。別に時間取れていってないんだから、寝る前に自分を褒めろって、数秒で終わるよ、ね、だからもし、まあ、それでも言われてもさ、もう私は生理的に嫌だっていう方は全然やんなくて構わないんだけど、でもやって損はないと思ってる。今まで多分ずっと言ってきたから、今の先輩たち、ね、俺の動画使ってくれてこう進学していった方たちの中にもいっぱいいたから、やってよかったって人は。だからもしね、よかったらこの1ヶ月間は寝る前に1日自分が頑張ったことを褒めてあげるっていうのをぜひやってください。で、途中ちょっと挟んじゃったけど、あの時間制限勉強法に関してもちょっと今ねうまくいってないなと思う時の、まあなんかスパイスとしては結構有効なので、もしよかったら試してもらえたらと思います。ということでね、ちょっと長々勢いでバッて話してきちゃいましたけど、とにかくこの1ヶ月間は心身にね、心と体両方とも整えていく、自分がいいコンディションであの本番戦いをね挑むんだって、それをやってください。じゃないとね、俺みたいに本当にもったいないことになるから、みんなが試験が終わった時に結果はすぐ出ないけれどね、終わった時にやりきったなって、頑張ってきてよかったなって一人でも多くの方が思うことを心から願っております。ということで今回の動画は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。